ご注意ください。ご利用いただきましてありがとうございます。普通列車の浜松行きです。北側、新千原、鷲津の順に終点の浜松まで各駅に停車してまいります。終点の浜松には7時ちょうどの到着です。列車前から6号車、4号車、3号車で、一番後ろは1号車です。車内は禁煙です。お手洗いは4号車と一番後ろの1号車にございます。お客様にお願いいたします。発車間際の駆け込み乗車は大変危険です。ご安全いただきますようご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。優先席付近で電源をお切りいただきますようご協力をお願いいたします。車内で迷惑行為を受けたり避けられた時や不審な荷物を発見された場合は、車掌または駅係員までお知らせください。緊急を要する場合には車内の SOS 表示のある非常ボタンを押して乗務員までお知らせください。担当乗務員は運転士鈴木、車掌谷原です。終点の浜松までご案内いたします。次は北側です。
は処理号です。ドアから手を離してお待ちください。ご注意ください。
を閉めます。ご注意ください。
ドアを閉めます。ご注意ください。
閉めます。ご注意ください。 閉めます。ご注意ください。
高塚です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。閉めます。ご注意ください。6番線です。
東海道線この先、ホームライナー静岡34号静岡行きは7時4分1番線です。この列車には乗車整理券が必要です。普通列車の沼津行きは7時12分4番線です。普通列車の沼津行きは7時12分、着きました同じホーム向かい側4番線です。車内にお忘れ物、落とし物のないようご注意ください。この列車は折り返し、普通列車豊橋行きとなります。お乗り間違いのないようご注意ください。